皆さん、ようこそクレンリージージャパンの YouTube チャンネルへ。今回も充実したビデオをお届けしますので、ぜひご覧ください。はい、こんにちは。クレンリージージャパン、井原と申します。今回ですね、加圧ということでですね、大阪のブースに来ております。で今回我々ですね、加圧のですね、一つの代表として垂直パネル、これを今回ご紹介させていただこうかなと思ってます。で弊社クレーナジーですけどもね、こういったですね、通常の太陽光の画台を作っているメーカーです。で今回ですね、やはり画台といってでもやはりこう壁面なので、建材メーカーさんとコラボを考えております。そこでですね、我々が扱っているのがですね、旭化成さんのですね、ヘーベル、リアルウォールというタイプのですね、壁面材を使ってこういった設置を考えております。でまず特徴なんですけども、なぜ今まで壁面にできなかったかというとですね、やはりこうネジで止めていると、やはりネジで止めているイコールやはり風とかこういった振動とかですね、緩みがちですと。でこれを解決していただいたのがレーモン社のクリップになります。まあ、ここにちょっと見せるんですが、こういったところですね、スナップ S という形ですね、壁面専用のクリップがあります。でこれを使うことによってノーメンテで、垂直パネルを入れることができます。これがですね、今後日本というのはどうしても屋根よりも壁が多いと、まあ、その壁にどういうふうにつけていくかというのはやっぱり課題になっていくと思います。でなおかつ太陽光設備というのはやはりどんなことあってもメンテをしなくちゃいけない。で何がメンテですか、ネジがメンテですよね、ネジ緩みがありますよね。でもこれネジ使ってませんからね、メンテが必要はないんですよ。まあ、そういったところを特徴を生かしてですね、今後我々はレーモン社でパネルはプリナーさんを使ってですね、営業進めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。コメント欄にぜひコメントをいただければありがたいです。高評価、チャンネル登録、通知設定よろしくお願いします。